生き残れプレイ。はい、まあ久々の風呂はええわ。うちの庭のあの松の木の右上の原木なんやろな、あれな、マグマに怪我された体を洗いに来てるんやで。なんやかんや普通の風呂も好きなんやで。この、マグクラリスナーの皆様、今ね受験シーズンもう終わったんでしょうかね。まだでも受験の方いらっしゃると思います。その他にもですね、嵐のコンサートを当たってほしいっていう方とかね、いろんな方いらっしゃいましたんで、今日も私が皆様に成り代わりまして、このマグロ大名人にて、祈願させていただきたいと思います。はいはい、二拍手一礼。あいやー、もうね、そろそろもう受験シーズンも終わるということでですね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、かなりのね、宝具が収まっております。ほらなぜかフグも混じってるというで、こちらにも入ってますよ。はい、なぜか看板も入ってるんで、ね、これはどうしようかな、年末にまたちょっと取り出してね、どこかに収めるといった形でやりましょう。ゲーミングマウス使ってるんですけど、まだね操作になれない状況でございます。マウスの方でこうやって視点変えれたりするんですけどねどうしてもあれキーボード触ってしまうというところがございまして、 あとこんなんもね、マウスで出せるようにしました。あとこれ消したりとかもね、サクサクっと、とインベントリー立ち上げたり、インベントリーどれやったかな、インベントリーこれか、あ違うわ、これは違う、インベントリーこれね、なれへんなれへん、全然なれへん。マイホーム、これアカシアの扉やめてくれっていう声もあったし、そこの板ガラスガラスに変えてくれっていうのもあったな。先生のまたためになる、コメントこちらです。クッキーに手を出すなんて、昨日最後のね、スプラッシュテキストなんですが、あれは、シュワちゃんのセリフだそうです。 I'll be、そして 1.9 情報いきましょう。矢などの発射物が撃つプレイヤーモブの動きを考慮するようになり、例えばジャンプしながら弓を離すと弓が上に行くようになりました。これまたこれまた、ワールド選択画面でリソパやマルチサーバーを選ぶように矢印を押して開くことができるようになりました。微妙な変化です。トラップジェストのクラフティングレシピが否定型、マスのどこに置いてもいいになりました。なるほど、それそういうこと、否定型って言うんですね。新たなバイオも起きた。名前はザ・ボイドで奈落という意味です。雨雪は降らず、特に特徴のないバイオも、あそうなんですね、エライトラという名の羽が追加されました。サバイバルで滑空することができます。すげえ。ジエンドの、新構造物エンドシティの中に生成されるエンドの船の船内の額縁に飾られておる、大変レアかつ遠くにあるため持って帰るのは大変なものだということでございます。素晴らしいですね。ライトラ欲しい、ライトラ欲しい。メガタイガにいるマグニーノが焚き火パクリやん。違う、インスパイア。村人ゾンビさんお久しぶりです。通りすがりの村人ゾンビです。アイアンゴーレム出たな。じゃあやっつけてやる。じゃあ必殺高い高い、まい。マグさんが一番マイクラ実況者で整理整頓とかできてると思います。細かいことが気になる、私の悪い癖、テテレテテテレレ。はい、言うてる場合じゃない、行きましょう。まずね、今日は、先ほどちょっと見られちゃいましたが、インベントリーご覧ください。もうエメラルドちょっとかなり貯めました。剣とかね、鎧とかっていうのはまだまだちょっと今んところちょっと必要ないんで、とりあえずこれで置いといて、斧とね、ツルハシをですね、ちょっといいやつ作りたいなということでですね、今回、やっていきたいと思っております。とりあえずまあすでに交易でですね、この2つゲットしました。合わせて普通の空の、ツルハシにして、効率強化5と、耐久力3をつけていくという作業をね、これからやっていこうというふうに思っております。とりあえずはね、耐久力3のエンチャント本をバイハムラに取りに行こうかと思います。マグマダイブゴチになりました。大間のマグロって。かなり、もう、いろんなものを失いましたから、防具のおかげで死ぬまでに時間がありました。走馬灯を見てる場合ではございません。岸まで近いはずなので、マグマ湖のスコア大体1、2ブロック程度のはずなので、エンダーチェストをマグマ湖底に設置して、エンダーチェストに大事なものを入れるだけで入れれば、被害は少なかったと思いますよ。ということで、次回は、どうにか頑張りたいと思います。次回があってほしくはないけど、あれば、頑張りたいと思います。かなりね、冷静さを失っておりました。もっとね、いいリアクションできればよかったんですけれどもね、そうも言ってられません。あれは本当大変なんで。お、夜だ。あ、子供だ。あ、やばい、夜がやばい。ベッドどっかにあったかな。ベッド持ってきてない、もしかして。あった、
さすがエンダーチェスト、お休み。しかし今回の場合でしたらエンダーパールだければ助かりましたよね。マグニーさん、ぜひエンダーパールを使っていただきたい。そのためにはエンダーパール工場が…てんてんて。これ先生のコメントなんですけども、そちらに対する返信、確かに。そして遠回しなエンダー TT 作る。 1.9 になったら仕様が変わるんでしょ。 1.9 になったやつ、お前だよ、お前に用があるんだよ。耐久力さん、ちょっとたくさんもらっとこうね。あ、水中歩行じゃあもらおう。やった、いずれ使うからね、いずれ使うから。こんなもんにしよっか。ありがとうね、ありがとうありがとう。メッサ見てる、メッサ見てる。バイオハザード村、今度がっつりちょっと住み込みでやりましょうかね。そういえばホイール350さんがこの村人のね、この村を、村の普通の家をこうかっこいい感じに改造する方法みたいなのあげてましたよね。はい、じゃあ戻るよ。あとは効率強化5のエンチャントボーンをゲットして作るだけ。そして、今日はちょっとあのマグタウンにですね、建築を行いたいと思っておりますんで。40秒ぐらいの時に見える家がカールのおじさんに見える。40秒あたりのところ止めてみました。こちらの画像でございます。どうでしょうか。私は今動画プレイ中なので、見れないのですが、いかがでしょうか。ポトゾルってあったじゃないですか、昨日行ったメガタイガの土ね。あれね、雪が染み込んだって感じになるらしいです、雪を乗せると。なのでね、使い道はあるということなんで、建築に使えそうでございますね。ただいまー。それではあとは効率強化5を取りに行こう。あなた、効率強化5ね。とりあえず2つ欲しいんです。エメラルドの消費半端やない。ありがとうございます。エメラルドがかなり減りましたが、これでいい感じのものが作れますね。よし。エンチャントルー。そしてご覧いただきたいんですけれども、このチェスト整理しました。種類ごとに分けてみました。ね。ここはダメージ軽減ゾーンみたいな感じでね、分けてみました。まあそれは今どうでもいいね。これでちょっと空にします。はい、空にします。はい、これ空にして、あとは、それぞれにまずは効率強化5、そして、耐久力3。ありがとうございます、ありがとうございます。そしてつるはしにも効率強化アイス。そして、耐久力3をアイス。ありがとうございます。強いのできましたよ。一回だけやりますか、一回だけやりましょうか。じゃあ一回だけやりましょう。うん、皆さんね、一回だけやろうか。な、うん、一回だけやろうって。せーの、エンチャントのコーナー、ズドーン、行きまーす。一回だけよ。一回だけと言いつつ何かが やりたくなるんでしょうけどね。出ないよね、言うよね、言うよね。はい、それでは、ちょっと準備いたしました。こちらご覧ください。じゃじゃーん。一応ね、この部分をね、ちょっと使って、マグタンの方に、ちょっと構想的な何かを作ろうと思ってます。一応ね、この、ジャングルのドアがあったんで、これをね、装飾として利用して、村人が増殖するための、扉の増設という意味も、ね、つけてやっていきたいなと思ってます。まあ、とりあえず、工事現場の確保から行わないといけないですね。さあ、今日でね、完成させられるとは思ってないので、あれなんですけど。ちょっとごめんね、ちょっとごめんね。危ない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 。無理だって。無理だから。工事現場確保。で、出入り口、じゃあここに設置します。ここにもね、扉をつけておきます。で、そして、じゃあここ先撤去させてもらおうか。ここにね、ドカッと作っていくんで。よしよしよし、いいね。まあ、工事現場ということなので、こちらの方にですね、必要資材をね、入れておきましょう。まだ足りなければね、すぐそこが倉庫なんでね、いくらでも取りに行ける。うん。なんか着地の部分を、作っとこうか。ここに着地すると助かるぞという算段でございますね。あとはじゃあ木を借りに行きましょう。できるだけ多く木を買って、建築し始めて、まあ、ある程度骨組みができるところまではいけるんじゃないかな、というふうに思います。一応ですね、全貌をね、ご覧いただけるところまではね、作れればいいかなと。で、植林地やってまいりました。こうやってね、一つの木にはしごをかけております。で、これを登ることによって、それぞれの松の上まで登れるようになっており、ちょっとこの辺の作り、ちょっとぐちゃぐちゃになってるんですけど、なんだったら上でちょっとクラフトできるよ、みたいなことで。めちゃくちゃでかいのできてるな。で、奥の方からですね、片付けていきたいんですが、どれが一番あれかな。これか。
じゃあここから行きましょう。で上からこうやって片付けていくとかなりね早い。ほら早いね。法律強化5、はい、法律強化5、はい、法律強化5、それ法律強化5、あ、それ法律強化5、あ、どこへ法律強化5、あ、それオッケー。そうなんですよね。松の木はね、こう横になんか無駄に生えたりっていうのがないでしょ。だからいいんだ、やりやすいんだよね。ちょっといつものくだりやっていいですか。いつものくだりやっていいですか。私は神だ。建築の神の私は木材や資材にも好かれるのだ今日は面白いフレーズ出てけなかった。今日も豆腐を作るわけなんですけど、豆腐のちょっとでかい版って感じですよね。だから豆腐でも、ある程度こう工夫をすれば、それなりの建築物になるんじゃないかというね、こうある種ご提案とも言える、建築を今日させていただきたいと思います。はい。なんかかっこよく言ってますが、全くどんなものを作ろうかっていうのは、ノリで考えます、これから。はい。まあ、芸術家はね、その感性を大事にしますからね、ノリで作っていくっていうことができるのが、これまた芸術家の、スキルと、言えるのではないでしょうか。はい。ペッ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 仕分けられといて、まずはじゃあここを一番端っことして、作っていきます。オーケーこんな感じです。ちょっと昼飯の時間だ。とりあえずワンフロアの高さは3マスあればいいので、1,2,3 マスあって、これが4、はい、これが基礎です。基礎が完成しました。とね、どうしようかなと考えているんですが、まあ一階はこんな感じにしますかね。ね、よいしょ。これがまあとりあえずあってですね、この部分はね、1階エントランスなんで、2階からちょっと居住区になっていくような形になるんで、まあとりあえずそのエントランス部分を固めて作っちゃいましょうか。まだいいね、まだいいね。綺麗になったよね。綺麗になった、綺麗になった。で、そうですね、横の部分もやっていきましょうね。丸石もいるね、これ。丸石もいるわ。よし、わかった。エントランス、ここは1階エントランスなんで、もう区切りもやらないで、こう全部、ハーフ、石ハーフでちょっと埋めたいと思います。四隅にちょっと照明って感じでこういう風にしとくか。ネザーレンガここだけちょっと使うかな。よし、これで1階エントランス部分が大方が完成いたしましたね。あとはどうしよっかな。とりあえずなんとなくここ3つちょっと台置いて、ここに松明ちょっと仕掛けておきましょう。よっしゃっしゃ。でちょっとソファーって腰掛け的なのをここに作っとこうかしら。ほら、これこうするとまたなんとなく雰囲気変わりますね。うん、いいかもしれない。それではですね、こんな感じでやるとまたいいね。いいよね、いいよね、言うよね。こうするよね。松のフェンスつけるよ。ほらー、どうよ。よかろうもんでしょ、これ。よーし、最後の仕上げですよ。ここに、はしご。これで一気に登れるようにします。各フロアにね、いちいち階段でやらなくても、こういう感じの作りでちょっと作っていこうかなと。もう一個ワンフロア上がれるようにだけ今ちょっとやります、これからね。どう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 、これで中心部分完成だよ。だからここはもうガラスにしちゃってもいいわけですよ。外から見えるようにしちゃった方がいい。いいね。じゃあ最後それだけ変えて今日は終わりだ。はい、かなりちょっと時間を費やしてしまいました。1階部分完成。これをどん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 高くして伸ばしていく。で、10階建てぐらい考えてるので、まあね、ちょっと時間かけて、完成させたいというふうに思っております。
まあ、ここの家との密接具合とかもですね、まあ、いろいろこう、ちょっと考慮してて、まあ、とりあえず、あ、そうだ、扉の装飾とかもつけていかないといけないんですけれども、それをちょっとやる？もういいわ。もういいわ。今日はもういい。というわけでですね、マンションを、の建築を始めました動画でございました。そしてですね、今日、誕生日の方、ちょっと、私の記憶が確かならいらっしゃらなかったので、今日はね、なしで。これにて今日はもう1時間半も収録したから頭回れへん。ほな。